それでは、ウェブ朝倉学校2020年4月4日ゾロ目の日ですね。本日の理科の授業を始めていきたいと思います。で、昨日心臓の続きをやると言ったんですが、ちょっと心臓の続きは準備してやりたいので、本日は一番皆さんが日頃から使っている筋肉の仕組みについて学んでみたいと思います。それは なぜかというと、筋肉というのは実は特に今の時期大切で、どうしても運動不足になりがちですね。だからやはりこの時期に、適度にジョギングしたり散歩したりしながら、運動不足にならないように筋肉の量を保つようにする必要がありますので、その意味も込めて筋肉の、勉強をしてみたいと思います。筋肉の構造、はい、まず筋肉なんですが、これ力こぶの様子を描きましたけど、こっちの筋肉の方を、こう力こぶを作る方の筋肉のことを屈筋、屈折しますね、縮みます、屈筋と言います。それに対してこっちの筋肉はこちらが縮んだ時に伸びます。これ伸筋、伸びる筋肉と、屈筋と伸筋という表現しますけど、骨格についている筋肉を骨格筋と言います。それに対して内臓についている筋肉を内臓筋、あるいはそのちょっと筋肉の性質から平滑筋という表現することがあります。さて、それで筋肉の中を小さく見ていくと、筋繊維というものの束でできているんですね、筋肉自身が。で、筋繊維というのが一つの細胞に相当するものです。で、その筋繊維の中をさらに見てみると、筋原繊維というのがあります。筋繊維の中にさらに筋原繊維、という、原料、その基礎単位みたいなものがあるんですね。で、その筋原繊維の周りを筋小胞体というのが取り巻いてます。で、これは最初に言っておきますと、中学ではなくても高校の内容ですので、中学生の皆さんは、先取り学習というか、でも皆さんの体の中にある世界ですので、身近だろうということで、ちょっと先取り学習をして、中学生にとっては先取り学習ということになります。さて、で、ここに実は 筋細胞の膜があるんですけど、筋細胞の膜には T 管というものがところどころに開いていて、神経からの、例えば筋肉を曲げなさいとか伸ばしなさいという指令は神経から来るんですね。で、神経の話はまた神経って電線みたいなものから来るんです。体中に張り巡らされた電線みたいなのがあるんですけど、その末端から、物質が出まして、筋肉を収縮させなさいという指令を出していくんですね。で、アセチルコリンというものができます。で、それが出てくると、活動電流というのが筋細胞の表面に発生して、それが電流がこうちょっと中に入り込んでくるところが、この T 管というところです。で、T 管から入り込んでいくと、ここの筋原繊維というところで収縮が起こる。で、この収縮の仕組みが実は非常に単純、ここら辺なんか言葉的には難しいですね。でも収縮の仕組みというのは非常に実は中学生の皆さんでも理解できる、ある意味も単純な仕組みですので、理解していただければと思います。ちょっとこれは飛ばすか。こんな感じですね。実は、アクチンフィラメント、フィラメントというのは繊維という意味です。繊維というのがあって、ミオシンフィラメントというのがあるんですね。で、これも繊維ということです。で、ミオシンフィラメントの方が紫というか、青系の紫色で書いてまして、アクチンフィラメントがちょっと赤系で書いてあります。で、ミオシンの方が太いんですね。太いんです。で、アクチンの方が、細い形であります。で、アクチンのフィラメントの真ん中には Z 膜というものがありまして、またこれアクチン、ミオシンが交互に並んだ構造が、緩んでるとき、筋肉が緩んでるとき、弛緩というのは緩んでるとき、緩んでるときに結構隙間が、ここら辺がゆったりした形で、アクチン、ミオシン、アクチン、ミオシン、アクチンというふうに、アクチン、ミオシン、アクチン、ミオシン、アクチン、ミオシンって形で並んでるんですね。で、ミオシンの部分が、ちょっと、太いので、顕微鏡で見ると、暗っぽく見えます。ということで、暗帯と表現してます。で、アクチンだけでミオシンの重なりがない部分は、
薄あの細いので顕微鏡で見ると明るく見えます。だから明るい帯と暗い帯が縞模様に見えるので、このような筋肉のことを、骨格筋などのことを横紋筋って言ってます。横紋筋、横に紋がある、筋ですね。横に縞模様がある筋ということです。さて、この横紋筋の、構造がこうなってまして、あと実は横紋筋の他に内臓を司る平滑筋というのがあって、平滑筋の場合には縞模様がはっきり見えない、まあ見えにくいんですが、まあ基本的な構造としては同じ構造だと見てください。さて、でこれが収縮するとき何が起こるかというと、アクチンというフィラメントも収縮のときに変化はしないんですね。変化しないというか長さも、変化しなくて壊れるわけでもないと。でミオシンという方も壊れるわけではない。何が起こるかというと、これが滑り込むんです。でミオシンがアクチンを手繰り寄せて、こうお互いこう引き込むんですね。引き込みます。でそうするとこれが非常に狭くなります。でこの狭くなったことが実は筋収縮、筋肉が収縮する仕組みです。でそうすると顕微鏡で、これを観察すると、安泰は、このミオシンがあるところですから太さが変わらないんですけど、この隙間だったミオシンがあまり入ってなかった明帯の部分が狭くなりますので、安泰の太さはそのままで明帯だけが狭くなるという現象が起こります。でこの Z 膜から Z 膜の間のことをサルコメア、近接って言ってるんですけど、サルコメアが短くなる。さて、そしてまた緩むときにはこうなるんですね。こうなるんです。で中学生の皆さんが一番想像しやすい、これに近いものって、音楽合唱、音楽室にありますよ。アコーディオンですね。アコーディオンにそっくりです。アコーディオンっていうのは膨らませるとこう緩んだ状態になって、縮めるとあのひだひだが接近してきますね。であの時アコーディオンが開いても縮んでも別にアコーディオンのあの、構造が壊れてるわけじゃなくて、まあ単に狭まったりまた広がったりするようなことで、持続的に何回も開いたり膨らんだりできます。でそれと同じことが筋肉の収縮と弛緩については起きているというふうに、考えてください。さてそれでは筋肉の仕組みの続きなんですが、このミオシンが先ほどアクチンを手繰り寄せると言ったんですが、さっきのミオシンの構造の中には、まあ、このミオシンの構造ちょっと直線上に書いたんですけど、ミオシンのこの両端のとこ、アクチンを手繰り寄せるところには、ちょっと突起状の構造がミオシン頭部と言ってます。ミオシン頭部と言ってます。このミオシン頭部というものが滑り運動を起こしてアクチンを手繰り寄せるということですね。でその時に生物界でエネルギーの、を出す物質である ATP というのが使われるんですね。 ATP というのが使われて手繰り寄せる形になります。さてもう一つ、カルシウム、牛乳に入っているカルシウム、カルシウムというのが、まあ、よくカルシウムを取りなさいって言われますよね。でなカルシウムというのは体の中でいろんな働きをしているんです。でちょっと一昨日授業でやりましたそのカルシウムの働きの一つとして有名なのが、血液凝固の時、怪我をした時に血が固まる時に、プロトロンビンをトロンビンにする時にカルシウムイオンが必要だというふうに言いました。で実はカルシウムイオンは血液凝固の時に働いてるだけではなくて、筋収縮の時にも働いてるんですね。はい、筋収縮の時に何がどう働くかというと、まあ、筋収縮の指令はここに戻ると、その神経からの指令が来てアセチルコリンという物質になって、それが筋細胞表面に、張り付くと活動電流というのが流れると、そしてそれが筋原線維のところに伝わっていくんですけど、筋原線維を取り巻くように筋小胞体という構造があります。筋小胞体で このように実際はこう筋原線維のこう周りをぐるっと取り囲んでるんですね。でこの筋小胞体の中にカルシウムがたくさん、実は普段は筋肉が緩んでる時には、これカルシウムが結構蓄えられています。で筋肉が収縮する時にはそこからカルシウムが吐き出されまして、吐き出されるんですね。でそうすると実は、アクチンとミオシンは普段から接近してるんですが、アクチンが、ミオシンを、こう
手繰りをするためにはこの滑り運動を起こさなきゃいけない、接着するようなことを起こさなきゃいけないんですけど、その接着部分をブロックしてるんですね。ブロックしてるんです。で、そのブロックしてるところをカルシウムが働く、まあ、ブロックしてる構造にトロポニンとかトロプミオシンというのがあります。まあ、ここはあの中学生の皆さんはここまで知らなくてもいいんですが、まあ、中学生の皆さん的にはこの今日は、このこれを知っただけでも十分ですね。アコーディオンのように、狭まったり広いったりするミオシンがアクチンを手繰り寄せて、こう接近させるとそれで収縮が起こるんだということを知っておくだけでいいと思うんで、ちょっと発展編なんですが、そのアクチンとミオシンが普段はそういう手繰り寄せが起こらないようにブロックしているのがトロポミオシンというものです。でカルシウムイオンが出るとこのトロポニントロポミオシンをカルシウムイオンが、結合することによって位置がずれます。でそうするとここに赤で書いてあるんですけど、アクチンの中でミオシンとの頭部と結合しやすい部位、ミオシン頭部結合部位というのが露出するんですね。これは隠されてます。普段は隠されてますけど、露出することによってこれが起こりやすくなるという仕組みでありますので、知っておいていただければと思います。はい、まあさらに深い話もあるんですが、まあここら辺、まあ入門編ですので、ここら辺にいたしときましょう。ご清聴ありがとうございました。